特徴が7つあります。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。こんなに頑張ってるのになんで私は痩せないんだろうって悩んでいませんか？例えば仕事で疲れて本当は休みたいのに無理に運動したり、カロリー計算して食べる量を気にしながら食事をしたり、こんなことしてる人は一生痩せません。そこで今回の動画では痩せない人の特徴7つとその解決策をお伝えします。この動画を見終わったあなたはなぜダイエットに失敗するのか、その原因となる行動や習慣を知ることで具体的にどうすればいいのかが分かるようになります。人生最後のダイエットにしたい方は最後までご覧くださいね。私がこれまで1万7000人以上の女性の心と体のサポートをしてきて、カウンセリングの時にこの方損していらっしゃるなっていう特徴があります。人にフィードバックをもらって初めて気づくことってあるんですよね。なので早速痩せない人の特徴を7位からご紹介します。本題に入る前に、今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。第7位、糖質中毒の人。まさか自分が糖質中毒だなんて思ってもいませんよね。でもこんなことないですか？私たち日本人って炊きたてのご飯が大好きですよね。他にもおにぎりとかお寿司も、麺類だってうどん、そば、ラーメン、パスタも大好きで気軽にお店で食べませんか？さらにはパンやケーキ、コンビニで新作スイーツは気になるし、飲み物だって缶コーヒー、ジュース、栄養ドリンクで元気出そうなんて、これ全部糖質です。では太るのは糖質の摂りすぎだと頭では分かっているのに、なぜ食べてしまうと思いますか？今から3秒間考えてみてください。いかがですか？答えは薬物やアルコールやギャンブル依存症などと全く同じで、脳が中毒状態になっているからです。実はこれは全て脳の病気なんですね。一度こうなったら抜け出すのは大変です。例えばスティーブ・ジョブスは自分の子供には iPad を持たせなかったそうです。こんな風に事前に防止できればいいですけど、お米食べないとか無理ですよね。ここが糖質中毒の厄介なところなんですけど、例えばアルコール依存症を治した人にそのお祝いにビールで乾杯なんてしませんよね。ところが糖質中毒のように自覚がなく気づいていないケースが多いので、平気でご飯や麺類や甘いものを食べ続けるから他の依存症よりも治すのが難しいんです。なのでまずはご自分が糖質中毒になっていないかをセルフチェックしていきましょう。次のチェックリストに3つ以上当てはまっていたら本当にヤバいので、今すぐチェックしてみてください。1、イライラしたり不安を感じる。2、気分の浮き沈みが激しい。3、疲労感や倦怠感がある。4、イライラすると甘いものを食べたくなる。5、甘いものを食べると疲れが取れた気がする。6、空腹でもないのに何か食べたくなる。7、甘いものを我慢できない。いかがでしたか？もし3つ以上当てはまっていたら日頃の食習慣を見直すタイミングです。具体的な改善法は動画の最後にお伝えします。第6位、睡眠不足の人。睡眠不足の人は太ります。なぜだと思いますか？それは食欲を抑えたり脂肪を分解して代謝を上げるホルモンがしっかり分泌されないからです。突然ですが質問です。睡眠不足のサインが7つあります。今からセルフチェックしてみましょう。1つでも当てはまっていたら要注意です。1、30分から1時間以上眠りにつけない。2、睡眠中に何度も目が覚める。3、早く目が覚めてその後眠れない。4、眠りが浅く睡眠時間の割に熟睡した感じがない。5、朝起きるのが辛い。6、やる気が出ない。7、日中眠くて仕方ない。いくつ当てはまっていましたか？では具体的にどれくらいが睡眠不足なのかご存知ですか？答えは7時間未満の人です。実は毎日5、6時間の睡眠で肥満や健康に影響がない人はたったの 1% しかいないと言われています。つまり 99% の人は7から8時間の睡眠が必要ということですよね。睡眠が少ないと太るのはもちろん、糖尿病、高血圧、記憶障害などのリスクが高くなると言われています。第5位、意志が弱いから痩せないと思っている人。太るって分かっているのにお菓子がやめられない、止まらないなんてことないですか？過去今より10キロ太っていた私もそうだったんですけど、結
結局食べてしまって、なんて意志が弱いんだろうって、こう毎回自己嫌悪だったんですね。実は意志が弱いから痩せないのではありません。根本的な原因は味覚異常になっているからです。ダイエッターに多いのが甘いもの食べたいけど太るから、カロリーゼロ、糖質ゼロのお菓子を選んで食べていますって方多いんですよね。実はこれが間違い。甘いのにカロリーゼロって不自然なんです。これが人工甘味料なんですが、味覚異常の原因になります。お菓子以外にも調味料や加工食品、お惣菜や飲み物にもたくさん使われています。この人工甘味料を甘く見ては危険です。甘いのにカロリーが取れないなんて脳が混乱して、ますます甘いものがやめられない、止まらないになっていくからです。こうなるとあなたの意思で食べないようにするのは不可能なんですね。このような中毒性のある人工甘味料の中でも、まずはこれはやめてほしいというものがいくつかあるので、詳しい資料は概要欄のリンクから LINE 登録して受け取ってくださいね。第4位、低体温の人。運動して食事にも気をつけているのに1キロも体重が落ちません。こんなご相談を受けることが多いんですが、よくお話を聞いていくと共通しているのが、体温が36度前後の低体温なんです。こんな方は冷たい飲み物や食べ物、また生野菜とか生のフルーツをよく食べる傾向が多いんです。すると体を冷やすので内臓が冷えます。それは結果的に代謝を低下させ痩せにくい体を作ります。痩せるためには温活も必須です。後ほど解決策をお伝えしますね。第3位、体重の増減に一喜一憂する人。その気持ちはよくわかります。誰だって体重が落ちたら嬉しいですし、逆に少しでも増えたら落ち込みますよね。ただ大事なのは体重の質です。体重を占める割合が筋肉なのか脂肪なのか水分なのか溜まった便なのかで見た目も変わってきます。腸活で余分な水分や溜まった便をしっかり出して脂肪を燃やす体質に生まれ変わることができます。そしてフォーカスすべきは体重ではなく体脂肪率です。例えば体脂肪率が女性の場合、標準が 20% 以上から 30% 未満、経肥満が 30% 以上から 35% 未満、肥満が 35% 以上と言われています。あなたは何パーセントかご存知ですか？たとえ体重が少し増えていたとしても、逆に体脂肪率が減っていたら喜んでいいんですよ。このように体重が増えても落ち込まなくて大丈夫です。第2位、低カロリーにこだわる人。結論から言うと、あなたが太ったのはカロリーのせいではありません。その理由をお伝えしますね。それは低カロリーダイエットに科学的な根拠はないからです。なので今すぐカロリー計算はやめましょう。摂取カロリーより消費したカロリーが上回れば痩せるなんて、そんな簡単なことでは痩せません。なぜだと思いますか？それは栄養バランスを無視してカロリーだけを必死に抑えたところで痩せないからです。大事なのは食事から摂取したカロリーよりも栄養バランスイコール食事の質です。栄養不足で内臓の働きが低下して、結果代謝が落ちて、ホルモンバランスも崩れて、肌はシワシワ、髪はバッサバサ、よく老けて見られるようになったなんてことになったら絶対嫌ですよね。例えば私に過去ご相談に来られた中でこういう人がいました。その方は毎日の食事を大切にする人で、食事ごとのカロリー計算をきっちりしていました。その結果3ヶ月で体重が5キロ落とすことができたんですね。ただその後とても恐ろしいことが起きました。実は低カロリーの食事の弊害で脱毛が進んでしまったんですね。毎日お風呂に入るたびに大量の抜け毛に悩んでおられました。それぐらい低カロリーダイエットはリスクも高いということです。ここまで OK ですか？まとめると、摂取カロリーだけ減らして栄養不足だと内臓の機能が落ちて代謝が下がるので逆に太ります。腸が喜ぶ食事をして栄養バランスを良くすることが近道です。ここに関しては LINE 読者のみに限定配信している動画で詳しく解説しているので、興味のある方は概要欄から LINE に登録してご覧くださいね。第1、運動すれば痩せると思っている人。いやいや、痩せるためには運動でしょって思いませんか？もちろん運動しないよりした方がいいに決まってますが、結論から言うと運動するよりも内臓に運動してもらう方が痩せます。なぜ内臓に運動させると痩せると思いますか？それは内臓の働きが活発になると基礎代謝が高まり、結果痩せ体質になるからです。ここから少し理論的な話になるので、しっかりついてきてくださいね。基礎代謝
代謝って何だと思いますか？ちょっと3秒間時間を取るので考えてみてくださいね。いかがですか？基礎代謝とは生命維持に欠かせないもので、例えばあなたの心臓を動かしたり、呼吸や体温の維持など生きるために必要な最小限のエネルギーのことです。分かりやすく言うと、何もしなくても自然と消費されるエネルギーのことです。つまりあなたが寝ていてもテレビを見ていても、何にもしなくても勝手に体の脂肪を燃やしてくれるんです。だからダイエットにおいて脂肪を燃焼しやすい体を作るには、基礎代謝を高めることが重要なんですね。で、ここからが大事なんですけど、エネルギーを消費する体の器官は内臓 38%、 筋肉 22%、 脂肪 4%、 その他 16% と言われています。つまり内臓で使われているエネルギーが全体の4割を占めているんですね。特に内臓の運動の中でも、腸の蠕動運動が内臓脂肪を消費しやすいので、腸が運動しやすい状態を作ればいいわけです。ここまで OK ですか？具体的な改善法は後ほどお伝えしますね。ここまで痩せない人の特徴を7つをお伝えしました。ここまでご紹介した痩せない人の7つの特徴に共通するのは、腸内環境が悪いということです。この原因を改善しない限り一生痩せることはできません。それは分かった。でもこんな気持ちになりませんか？痩せたいけどあれもこれもしないといけない。ただでさえ毎日忙しいあなたは、いろいろやることが増えるのは負担に感じませんか？安心してください。これからご紹介する改善策はたった3つだけです。この3つを実行するだけで、あなたが痩せない人の特徴にいくつ当てはまっていても痩せることができます。どれも簡単なので、ぜひ取り組んでみてくださいね。改善策その1、小豆を食べる。なんで小豆で痩せるのって思いませんか？実は小豆にはすごいダイエット効果があるんです。それは女性ホルモンのバランスが整って痩せるからです。女性ホルモンが整うと痩せる理由は5つあります。ちょっと難しい話になりますが、とっても大事なことなのでついてきてくださいね。1、代謝の向上。女性ホルモンのバランスが良くなると、基礎代謝が活性化してカロリー消費量が増えるため、体重が減りやすくなります。2、食欲の調節。ホルモンバランスが整うと過食や暴飲暴食を防ぎ、食欲が自然にコントロールされます。3、脂肪燃焼効率の向上。女性ホルモンは脂肪燃焼を促進する作用があり、効率的に体脂肪を減少させることができます。4、水分バランスの改善。ホルモンのバランスが整うと体内の水分調節が改善されて、むくみにくくなるため、見た目もすっきりして体重減少につながることになります。5、ストレス軽減。ホルモンバランスが整うと、ストレスホルモンの影響を受けにくくなるので、ストレスによる過食が減少します。ではなぜ小豆なのって思いませんか？実は理由が5つあるんです。1、食物繊維が豊富。小豆に含まれる食物繊維が腸内環境を整え、エストロゲンの過剰な再吸収を防いで、ホルモンバランスを整えてくれます。2、鉄分の補給。小豆は鉄分も豊富で、貧血の予防や改善に役立ちます。また女性ホルモンのバランスを正常に保ってくれるんです。3、抗酸化作用。小豆にはアントシアニンなどの抗酸化成分が含まれていて、体内の酸化ストレスを軽減し、ホルモンバランスを整えてくれます。4、利尿作用。小豆には利尿作用があり、体内の余分な水分や毒素を排出してくれます。5、イソフラボンが豊富。小豆に含まれるイソフラボンが女性ホルモンを取り入れた働きをすることで、ホルモンバランスを調整してくれます。ここで突然ですが質問です。あなたはこんなお悩みないですか？1、服のサイズが合わなくなった。体型が変わって以前着ていた服が着れなくなっていませんか？2、自分に自信が持てない。体重増加や体型の変化で自信を持って人に会えなくなっていませんか？3、動くのが億劫になった。体重が増えて体を動かすことに負担を感じるようになっていませんか？これらの悩みは全て女性ホルモンバランスの乱れから起こっているんです。実は40代過ぎた女性は痩せホルモンのエストロゲンがどんどん減っています。このエストロゲンが減ったことが肥満の原因なんですね。こんな話をすると
私もアラフィフですから、まあ、悲しくなりますけど、ここで諦めてはいけませんよね。そこでこのホルモンを補ってくれるのが小豆です。小豆に多く含まれるイソフラボン、別名植物性エストロゲンが痩せホルモンの働きをサポートしてくれます。でもイソフラボンを含む食べ物って大豆じゃないのって思う方も多いんですが、イソフラボンを含む豆の中でも婦人科系の病気を改善する力が最も高いのが小豆なんです。その理由は3つあって、1、鉄分が豊富。小豆には鉄分が豊富に含まれているので貧血の改善に役立ちます。貧血は女性に多く見られる症状で、特に月経期には鉄分補給が重要です。2、利尿作用。小豆には利尿作用があり、体内の余分な水分を排出するのを助けてくれます。月経前症候群に伴う腫れやむくみも緩和しますよ。3、体の錆を取る。抗酸化物質を含む小豆は体内の炎症を抑え、さまざまな婦人科系疾患、例えば子宮内膜症や卵巣の問題などの症状軽減に役立つと言われています。なので小豆を食べることで年々減っていく痩せホルモンを補って痩せることができるだけでなく、女性特有のお悩み解決にもなりますから、一石二鳥ですよね。もしあなたのおすすめの小豆のレシピなどがあればコメントで教えてくださいね。改善策その2、幸せホルモンを作る。幸せホルモンって何と思いましたか？幸せホルモンとはセロトニンのことです。セロトニンはダイエット成功の鍵となる重要なホルモンです。なぜならセロトニンには食欲を抑える効果があります。なのでストレスによる過食を抑えてくれたり、間食の防止や何より心のバランスを保つのに役立ちます。また痩せない理由の一つである睡眠不足の改善にも必要不可欠なんですね。なぜだと思いますか？その理由は3つあって、1、リラックス効果。セロトニンはリラックス効果があります。リラックスした状態は心身を落ち着かせて睡眠の質を向上させるので睡眠不足の解消になります。2、体内時計を整える。日中にセロトニンが分泌されることで体内時計が正しく調整されます。なので睡眠のリズムが整って睡眠不足が改善されます。3、神経伝達の改善。脳内の過剰な興奮を抑えてくれるので脳がリラックスして睡眠不足が解消されます。ではここから痩せる幸せホルモンを作る簡単な方法をご紹介しますね。それは次の4つの栄養素を含む食べ物を摂取することです。1、トリプトファンを多く含む食品。例えば卵、大豆製品、ナッツ、カツオ、バナナですね。2、ギャバを多く含む食品。例えば発芽玄米、発酵食品、キノコ類、トマトですね。3、グリシンを多く含む食品。例えばエビ、ホタテなどですね。4、ビタミン B6 を多く含む食品。例えばマグロ、レバーなどですね。以上の食品を積極的に取り入れることで健康で綺麗に痩せていきましょう。改善策その3、塩風呂に入る。塩風呂って何って思いませんでしたか？入浴剤ではなく塩だけ入れる入浴法なんですけど、実はデトックス効果が半端なくてものすごいダイエット効果があるんです。そうは言ってもなんで塩風呂で痩せるのって思いませんか？それは体の毒出しができて痩せるからです。そう、私の娘が中学生の頃こうおでこにニキビができ始めていた時に塩風呂に入ったんですね。でお風呂上がりに、ママおでこのボコボコしたのがなくなってツルツルになってるって喜んでいたのを思い出しました。では塩風呂のダイエットや美容効果が分かったところで、具体的にどうすればいいのって気になりますよね。結論からお伝えすると、新月と満月の夜に塩風呂に入るです。なぜだと思いますか？簡単に言うと月の引力の効果です。月とダイエットに何の関係があるのって思いませんか？その理由は実は衝撃的なのでしっかりついてきてくださいね。私たち人間は気づかないうちに月の引力の影響を受けているんですね。海は潮が満ちたり引いたりしますよね。これは月の引力で海流が生じた結果です。このように地球規模でも月の影響を受けているわけです。潮はもともと海から生まれたものですよね。ですから月の引力の影響を受けてその作用が変わるんです。例えば新月の満月の日ではこの毒素の出方が違うんです。新月の時に潮浴をすると下半身から毒素が出やすくなります。すると尿や便や経血からの排泄が高まると言われています。逆に満月の時に潮浴をすると頭、首、肩など上半身から毒素が出やすくなります。
すると発汗や呼吸を通じて排泄されやすくなると言われています。だから塩風呂ってダイエットに有効なんですね。ここまで大丈夫ですか？痩せない人の7つの特徴を解決する方法を3つお伝えしました。ぜひ取り組んでみてください。特に腸内の痩せ菌を増やす食事法や塩浴などの詳しいお話はここからです。私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善と言っても何をしたらいいのかわからないという方は、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。今回のまとめです。痩せない人の特徴7つは、糖質中毒の人、睡眠不足の人、意志が弱いから痩せないと思っている人、低体温の人、体重の増減に一喜一憂する人、低カロリーにこだわる人、運動すれば痩せると思っている人。痩せる3つの方法は、好きを食べる、痩せホルモンを作る食べ物を食べる、塩風呂に入るでした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねやコメントお願いします。また質問には私がお返事しますね。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。